ローバル人材が国家競争力の源となる21世紀。京安大学で韓国の未来をリードするグローバル人材が誕生します。The First 京安大学。京安大学は真理、創造、仁徳の教育理念のもと、未来社会のリーダーとなる優秀な人材の育成を目標として1997年に設立されて以来、毎年輝かしい成長と発展を成し遂げています。産学協力中心大学に引き続き、教育部の産学協力先導大学、テグ・キョンサンプクト唯一の地縁塩湖産業に選ばれるなど、その地位を確立した京安大学は名実ともに産学協力名門大学として、その名を深く刻んでいます。また教育部韓国大学評価院による大学機関評価認証を取得したり、教育力量強化事業に選ばれたり、入学査定官制の運営支援事業として4年連続選ばれるなど、現世代を担う最高の人材を最高の教育で育成し発展させています。道徳心の寛容という教育理念のもと、知、徳、体を兼ね備えたスーパーエリート、パワーエリートの養成機関、ザ・ファースト京安大学です。京安大学は久美国家産業団地を基盤に1300社を超える FG 企業と MOU を締結して、就職支援センターの運営支援事業で地域大学の中でより高い就職率を記録するなど、驚くべき成果を上げ、韓国の最上位ランク大学として飛躍し続けています。また雇用労働部の大学青年就職進路事業および青年職場体験プログラム事業、また青年中堅企業体験プログラムの運営機関、さらには韓国産業尽力公団の青年就職アカデミー研修機関に選ばれるなど、就職に強い大学として全国にその名を高めています。현장중심의실무인력양성목표로맞춤형인력개발을위한지역지도를통해학생들의성공지역을책임지겠습니다。アメリカ、ヨーロッパ、アジア、アフリカなど世界42カ国、50の大学および機関とのネットワークを構築し、地域や国家を超えて世界に奉仕する京安大学として、その名声を高めています。特に迫る世界化財団の初代理事長に就任した京安大学のパク・ジュンガン理事長は、アフリカ3カ国を訪問し、貧困退治をはじめ国家間の技術交流および友好関係の増進に努めながら、セマウル運動の世界化をリードしています。セマウル봉사단들이아주각오를갖고나라를대표해서간다이런생각으로현지에땀흘려서정말봉사하는대한민국의모습을현지에서확인받도록하겠습니다。인류의절반은빈곤과질병에아직까지고통을받고있습니다。우리는UN이인정한저개발국가발전모델인새마을운동을전세계에주도적으로보급해인종과국경을초월한인류애를실현하도록하겠습니다。京安大学は最高級の教育研究環境を造成するという考えのもと、優良な教育施設を完備しています。最新式デジタル機能を取り揃えた図書館、産学融合のための QWL キャンパスとテグ教育館、そして学生中心の快適な生活環境を備えた生活館、保健医療の専門家を養成する健康な生活館ナイチンゲール館、最新式放送映像制作システムを取り入れたバーチャルスタジオ、1750席余りの座席を完備した大規模な公演場、京雲ピッカンアートセンターなどは、21世紀をリードするグローカル大学京雲大学の威信を高めています。 IT、 航空、看護、保健、社会、警護、スポーツの分野で多彩で優れた教育を推進して世界に羽ばたく名門大学、それが京雲大学です。特別な学科が特別な人材を作る。
IT 産業技術分野の優秀な人材を育てるコンピュータ工学科。次世代を担うモバイル特性化人材の産出、モバイル工学科。先端デジタル時代の未来型コンテンツ実務の専門家を養成するマルチメディア学科。新素材及びエネルギー工学技術開発の主役となる新素材エネルギー学科。世界建築産業の新しいパラダイムを提示する建築学科など、産業社会のオーダーメイド型人材養成の場、 IT エネルギー学部。全世界の空に責任を持つパイロットたちの力強い羽ばたき、航空運航学科。21世紀の国際化時代に最高のエリート乗務員を育成する航空観光学科。宇宙航空産業の技術開発を中心とする人材養成の場、航空電子工学科。航空通信システムの創造的なリーダーを教育する航空情報通信工学科など、韓国の航空産業の中枢的な役割を担当する航空学部。未来の物理医療産業をリードする専門人材養成の場、物理療法学科。現場中心の教育でリハビリ科学の革新尽力を輩出する作業療法学科。国家試験の最高の合格率と就職率を誇る歯科衛生学科。病気の正確な診断と治療を提供する臨床検査科学、臨床病理学科。先端工学産業を先駆ける実務中心のメガネ師を輩出するメガネ工学科。保険とバイオ融合を通じた特性化専門人材を養成する保険バイオ学科。新知識医療基盤産業の差別化された医療経営専門家を育成する医療経営学科など、未来社会の保健福祉をリードする保健学部。警察公務員試験の合格者数が韓国最多の名門、警察行政学部。幸せで楽しい福祉社会を作る社会福祉学科。軍部を兼備したエリート将校養成の場、軍事学科など、21世紀を担う専門家の登竜門、社会科学部。世界トップレベルの警護の専門人材を輩出する警護学科。スポーツの実用的な学問を通じて専門的指導者を養成する社会体育学科など、体系化された学問、警護、スポーツの中心、警護スポーツ学科。テグ・キョンサンプクトでトップレベルの看護の専門家を養成する看護学部。また修士・博士課程で豊かな学識を持つ知識人の養成を目標に設立された一般大学院、情報産業大学院、社会福祉大学院など、合計19学科を取り揃えた大学院では、毎年各分野の優秀な人材を輩出しており、現在社会の各分野で京雲大学の名声を高めています。6学部22学科および3大学院19学科を備え、創意的な人材と優秀な教授陣を揃えた京雲大学は、今後とも韓国を超え世界に羽ばたくグローカル大学として、その地位をさらに確立すべく努力してまいります。あなたの情熱が世界と出会うところ、あなたのチャレンジが新しい成功と出会うところ、京雲大学であなたの夢を育み、明るい未来を築いていきましょう。The First 京雲大学。